アメ大臣。ちょっと暑くなり始めた頃、今日から毎日雨にする。空の上に住んでいるアメ大臣が言いました。家来たちは急いで準備を始めます。巨大なアメプールにたっぷりと水がたまると、家来たちは一列に並びます。用意始め。プールの水をみんなで運ぶと、最後は小さなじょうろに入れられます。じょうろに水が入ると、せーの。一斉に雲の下へ、ちょろちょろちょろ。大臣も家来に混じって参加します。じょうろの水は高い高い空から町に降り注ぎます。雨が降ってきた。空を見上げた人々はがっかりしたり喜んだり。雨大臣はしとしと降る雨を満足そうに眺めました。うんうん、やっぱり雨はいいの。毎日雨を降らせていると、あっという間にプールの水がなくなってしまいました。こりゃ大変。雨大臣、しばらく考えると、いいことを思いつきました。町のみんなが寝静まる頃、空から長い長いはしごを下ろした雨大臣たち。えっさ、ほいさと、大きな湖からこっそりお水をいただきます。なんとか朝までに、プールいっぱいのお水がたまりました。でもみんなもうヘトヘトです。今日は雨はお休みじゃ。ちょっぴり悔しそうにみんな一緒にゴロゴロして過ごして休みます。次の日、元気になった雨大臣と家来たち。じょうろから水を流すと雨の町を眺めて満足そうに微笑みました。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達に